なんで人が死ぬんだろう。人が死ぬということによって私たちはどんなことをそこで行ったり感じたりするのか。1994年に私の妹が脳腫瘍という病気で亡くなって、私の政策は大切な人が亡くなってしまったことをどうやったら自分が受け入れることができるのだろうということを考えた一つの現時点での僕の答えなんです。使ったインスタレーションの作品を作ってきました。お葬式で日本でお清めでの意味を持って使われている塩っていうものをちょっと使ってみたらいいかなと思ったのがきっかけ。白い色がね、とっても僕にとっては良かったんですよ。自分の沈んでいる気持ちをすごく受け止めてもらえるような、そう不思議な色なんです。テストのドローイングをやってみたり、そういったことをしながら最大限、私の思いが、私の願いが実現できるように。迷宮ラビリンスっていうタイトルの作品だけど、さまざまな出来事や嬉しいことや悲しかったことを忘れないため、そうだったんだよねと思わせてくれるようなね、そういう力もある。例えばツール、何かしらその自分の大切な記憶とのつながりを、多分きっと見つけるようにしてるんだろうね。油差しのツールっていうのは、僕の実家はオートバイ屋さんで、親父が毎日使ってる道具なんだ。瓶あるよね。あの瓶って私の妻が梅酒を作ってた瓶なんです。展覧会の最終日に作品を壊して、塩を集めて、海に返したり、自分の記憶、思いを大切な人とそこに乗せて、繋いでいきたいことを深く感じる
時間になる。